キチャンネル。ジョッ。さあ、金曜日、総チェックっていうことですけどもね。まあ、この、火、水、木。まあ、月曜日にね、ソフトバンク、ロッテ戦がありましたけども、ソフトバンクはね、大量、コロナのね、選手が続出っていうね、カープもね、遠藤選手が先発後にっていうところでもね、まあ、これはもう明日はね、我が身っていうね、チーム、まあ、個人でもそうですけどね、まあ、なかなか攻めれないっていうところと、まあ、検査したらね、こういうふうに多分、いっぱい出てきますよっていうね、ところは、あると思います。はい。ということでね、今週も金曜日です。ソチェック、お送りしていきましょう。まあ、今週はね、試合がね、ちょっとないんでね、短いかもわかんないんで、皆さん、見やすいかもわかんないですよ。まずは、ソフトバンク対ロッテ。27日、8対1でロッテの勝利。まあ、これね、1試合しかなかったんでね、ロッテの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、月曜日はね、佐々木試合を見ないっていうところでね、決めてます。そんな毎日見てたらやばいっていうね。まあ、でも試合のね、感じは、把握しましたけども、ソフトバンクね、緊急登板となって、大竹で、4回87球7安打5三振、1四球4失点と、まあ、3回の4失点だけだからね、惜しいね。でも全体的に考えてみたときに、やっぱりね、まっすぐも変化球も高かった。やっぱりね、大竹は、やっぱ石川みたいにね、なっていかなきゃいけないっていうところで、この制球命、それをね、腕振ってどこまで低めに投げれるかっていうところが勝負なところで、まあ高めに浮いてね、この3回に一気にね、4点取られたっていうところで、この安田に打たれたタイムリーも、レアードのね、スリーラン、ホームランも高めに浮いたところを仕留められてね、まあ若干もったいなかった。でもその裏ではね、しっかり三振ね、5個も取ってる4回でっていうところを考えるとね、しっかり低めに制球できればいいピッチングができる。まあだから明確だね、この課題としてはね、そういったところを今後どこまで伸ばせるかっていうところがポイントだし、ロッテの先発の面のね、7回83球4安打2三振無失点というところで、まあね、柳田欠場したりとか、まあ選手がね、ほぼいない中で、まあしっかりストレートをね、投げ切って、まあいい形をね、まあストレート、スライダー、通し向けっていうところがポイントでね、まあ自分のいい球をどんどん投げていって、まあいい形でね、抑えて、まあ大量援護にもね、恵まれていいピッチングだったかなと思います。あと、レアードが東京ドームで強いっていう、寿司食いで、ね、ナイスバッティング。ということで、結果、1勝でロッテの勝ち越しです。続いては、オリックス対楽天。28日2対4で楽天。29日6対1でオリックス。1勝1敗の5分でしたね。まあ、28日ね、4対2で楽天というところで、楽天先発ね、則本。7回3分の1、111球、9安打、10三振、無四球、1失点と。まあ、初回からね、結構飛ばしていったね。まあ、3回まで6者連続を含むね、7三振というところでね、一気にボルテージ上げてね、もう本当に立ち上がりから、もう全力投球で。もうなすすべなしっていうね、オリックスの、状況でしたけども、まあその中でね、楽天は2回ね、2アウト1、3塁から太田がね、レフト前、このね、インコース厳しいところをね、しっかり肘を畳んでね、タイムリーと。で、3回にはね、1アウト1、3塁からここ島内がね、きっちり犠牲フライで1点取るっていうね、この前半にね、いい形でね、則本を援護できたっていうところも、則本のね、ピッチングが。グッとね、ボルテージ上がったっていうところもあるしね。オリックス先発宮城ね、6回3分の2、114球、7安打4三振、4四球、2失点と、まあ、制球がね、ちょっと定まらない中、まあ、2失点はまあ、上出来かなっていうね、この、ツーアウト1、3塁ね、だから、まあ、太田のヒットとね、これを芝内の犠牲フライ、まあ、ここでね、連打を許さず、大量失点しなかったっていうところではね、まあ、上出来かなと。で、その中でね、やっぱオリックスはね、5回裏、ね、ツーアウト1、2から、若月のね、ライト前ヒット。これをライト岡島が9、2、タッチアウト。で、7回裏、ね、2アウト2、まだ若月がね、レフト前ヒット。ここでね、レフトの和田蓮が7、2、タッチアウト。このプレー大きかったね。ここで両方持ち、失点してたんだったら、ひょっとしたら、オリックスがね、一気に巻き返したっていうところもある中で、この、岡島、そして和田の、ホームへの、送球で、これはもうホームラン級に値するね、素晴らしい。で、まあ、これね、ホットモットはね、キャッチャーめちゃくちゃ難しいのよ。それなぜかっていうと、土、内野にも芝あって、またホームベース周り土になってくるから、この土に落ちるか、芝に落ちるかっていうところで、これワンバウンドのスピードが全く変わるんだよね。この芝に落ちた時に減速しながらファって、だからチェンジアップみたいにファってくるし、逆に土のところで跳ねるとめちゃくちゃ硬いから、ポポーンって言って、差し込まれる形になるんで、まあそこをね、しっかり太田もね、まあ、和田から来たのはショートバンド。ライト岡島から来たやつは、ちょうどいい形の、この芝生のとこ来て、中途半端なね、だから中途半端な、もうショートバンかゆっくりワンパンだったらいいけども、中途半端なこのね、ホームの黒土と人工芝の切れ目ぐらいのとこ来ると本当に取りにくい中ね、投げる方もね、いい形で投げて、素晴らしい送球でしたね。で、オリックスはね、もうなんて言っても、このね、2対0で進んだ8回裏ね、
先頭ね、紅林がセンター前。で、福田がセンター前ヒットで、こう、辰巳がファンブル、ポロンチョ、バッと、珍しいで。辰巳にバッと守備言うことないけどね、バッと。ね。で、ノーアウトに三塁になって、大城のね、セカンドはゴロの間に1点上げて、で、ワンアウト三塁。こっから、吉田のところで、ピッチャー乗本から、鈴木に代わって、吉田セカンドゴロ。で、4番杉本三振とね。で、この4番杉本の時には、ピッチャーまた西口に代わって三振っていうね、こう楽天も継投小刻みにね、出してきて、こう、オリックスはここで同点に追いついてたら、ひょっとしたら勝ってたかもわかんない中、こう鈴木ね、西口、グッと。ナイスピッチ、主力をね。あとはもうこれ結果論だけども、こう、サードランナー、福田、バッター、吉田、ギャンブルスタート。だったら、あの、若干死ぬ床気味の、浅村もよく取ったけどね。あれ、ホーム、セーフだったね。ちょっと、抜けてから5を、もったいない作戦だったね。まあね、吉田に託したっていうところはあるけどもね、最低でも5、6で行ってたら、ホームね、セーフだったっていうね、この駆け引きからね。まあそこをね、しっかり踏ん張って、で、9回表にね、鈴木大地、で、浅村がね、ピッチャー黒いからホームラン。大丈夫かな。この2点でね、聞いて、まあ9回裏ね、足立のホームランで1点返すけども、まあこれね、時すでに遅しっていうね、結果ね、4対2で楽天の勝ちっていうところになりましたね。で、続いて、29日、6対1でね、オリックスの勝ちっていうところで、オリックス先発立場ね、7回107球、9安打4三振、2四球1失点と、まあ自陣3連勝、とにかくストレートが力強く、腕もね、しっかり振れて、そこから変化球っていうところで、素晴らしいピッチングだったし、まあ楽天先発岸ね、4回3分の1、94球、8安打4三振、1四球5失点、まあそんなにね、悪いようには見えなかったんだけども、ちょっと立ち上がりね、打たれた球は、ほぼなんか、高めに行っちゃって、ちょっと良さ出なかったなっていうね、全体的にはそんな悪くなかったけど、高めに浮いたところをね、逆に言ったら高めに浮いたところを、しっかりオリックス打線がね、仕留めきれたっていうところがね、この勝ちに繋がったかなと。で、楽天としてはね、この2回に、しっかりね、先制、2アウトから、大田がね、ライト前ヒット。で、小深田がライトでね、先制タイムリーツーベースになるけども、ふわーってね、ライン際に落ちて、ね、ファーストから大田、ファンライス走塁、グッド。でね、杉本も、今度ね、アンツーか先ほど言ったね、これライン上の土に入って、あれね、芝生の切れ目だと難しい。あれもね、どっちに落ちるか分かんないから、キャッチャーとしてね、若月ね、判断難しいところ、まあ、しっかり取って、ね、若干、一塁側にそれで、で、タッチしに行ったところで、ね、もうタッチしに行ったで、そこに置いとけばね、足が来るっていうところで、若干、間違えて、ね、これがもし、ホームベースだったら、ここにね、ここにこうタッチしなきゃいけないところ、ここに行っちゃってね、足がここに滑り込んできて、これで、この誤差で、セーフ。この、間違いなくて、ここに行っとけば 100% アウトっていうね、この姿勢は良かったんだけども、タッチに行くとこ、間違いちゃって、グローブ置くとこね。まあそこをね、太田もしっかりスライディングね、この角のところにスライディングしに行ってね、ナイスロー。グッド。ね。で、こう先制してね、あ、今日もいい感じでね、岸先発だし、行くかっていうところでね、4回裏、ね、3番中川ね、センター前。で、ここで、吉田正尚。ホームラン、ちょっと高め。あんだけ、力目いっぱい、コーンっていうフルスイング、久しぶりに見たような、気がするような、気持ちいい一発でしたね。で、続けてね、5回裏に、8番若月からね、レフト前ヒット。で、これはアウトになるけども、福田ライト前、宗センター前で、ワンアウト満塁から、ね、中川がセンターへ、タイムリーツーベース、2点、ね。で、その後、吉田正尚がね、犠牲フライっていうところでね、しっかり3点。まあ、これでほぼほぼね、ゲーム決まったかなと。で、その中ね、7回裏には、吉田がね、センターへタイムリーヒットを打って、ダメ押しの6点目っていうところでね、まあ、この試合ね、オリックスは、全打点が、3番中川2打点、4番、吉田3打点。で5番杉本1打点とね、6点すべてクリーンアップで取るっていうね。で、その中、そのね、裏にはやっぱ福田のね、出塁、胸のね、ヒットっていうところとね、下位からの若月紅林のね、ヒットで全、ね、こう、いい形のね、打順の巡りになったっていうところも、非常に素晴らしかったと思います。で、楽天的にはやっぱり1回、3回、4回、5回、このね、チャンスで活かせず、ここでね、点取ってれば、まあ、1回もね、2アウトからだったけども、浅村フォアボール、島内ライト前ヒットで、ツーアウト一塁で、杉本、銀次がね、ヒットに続いて、ツーアウト満塁から和田がね、サードゴロ、初球打ってね。で、2回には1点取るけども、3回ね、浅村レフト前、で、銀次の、フォアボール。で、ワンアウト一塁から和田がね、今度、6-4-3ダブルプレー。ね。で、4回、ワンアウトからね、川島が内野安打で出て、で、ここ、ボークでね、2塁になって、太田、小深田、アウトアウト。
で、5回。先頭鈴木大地出て。で、浅村島内アウトになるけども、銀次はね、ライト前ヒット。ツーアウト一三塁から和田で空振り三振。で、和田がね、3回のチャンスを打つ。和田もね、二軍でいい形で打ってね、結果残して一軍上がってきて、ここ勝負だからね、多分ね、野球人生を左右するね、大勝負よ。これをね、みんなそう。みんなこういうところを打って、勝ち得て、ポジションを掴んで、一軍のレギュラー、もしくは一軍の居場所を掴んで、一軍残っていくんだけども、ここでね、結果残さないと、もうこれまだ落ちていって、あ、結局一軍じゃダメなんだっていうね、ところをレッテル貼られちゃうから、和田としてはこれね、野球人生をかけたね、大勝負。これがね、吉祥出るか、今日出るか。これはもう最後の自分の力でね、頑張っていくしかない。こんなことをしてたら、正直ね、違う人にチャンスがいくことになるっていうところで、このね、勝負どころ、ね、金土日の試合で和田がどう出るのかっていうところも注目しながら見ていきたいと思います。結果、一勝一敗の五分でした。さあ、続いては、西武対日本ハム。28日5対2でセーブ、29日6対2でセーブ、セーブの2連勝っていうね、ところで勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、28日ね、5対2でセーブっていうところで、日本ハム先発上原ね、4回78球、6安打2三振、2四球3失点と、まあ、ストライク先行でね、勝負できるかどうかっていうところが結果にね、大きく左右するピッチャーだと思うんで、上原はね。まあ、細かいね、コントロールがあるわけじゃないし、もうね、高身長からもうドーンと投げていくとかパンって落としていくっていうね、甘めでもいいから強くで、そこから低く投げていくっていうところがね、まあどこまで、左右するかっていうね、ピッチャーの中でまあ4回3失点っていうところでね、まあ初回のね3失点がちょっと痛かったかなと。まあ西武はね初回、川越がね内野安打で源田フォアボール、ここフォアボール痛かったね。で、森がノーアウト1、2からレフトへねタイムリーヒットっていうところでね、まあここでね源田がね三塁行ったアウトになるんだけど、まあ、こう、外暴走は紙一重だけど、ノーアウトっていうところを考えれば、止まってても、セカンドでよかったんじゃないのかなと。その後クリーンアップ。しかもノーアウト。ね。で、その後山川ファースト、フライでアウトになるけども、まあ、ツーアウト2塁から、ゲッダがね、レフトへタイムリーね、スリーベース。で、栗山、ライトへのタイムリーヒットっていうところで、そこでね、止まらないで、その後ね、2点取って、計3点取ったっていうのは、西武としてはね、いい形の、ね、先制点になったけども、上原としては、立ち上がりね、ポンポンポンってやられたっていうところは、痛かったかなと。まあ、その後ね、2回、3回、4回、っていうところはね、まあ、ランナー出すけども、なんとかね、踏ん張って抑えれたっていうところでは、ちょっと立ち上がりね、もったいなかったかなと。まあ、その中ね、日本ハムはね、このリリーフの西村、ギュッて、ね、2回、38球、無安打、4三振、2球無失点と。まあね、2球でちょっとバタつきかけたけども、しっかり腕振れて、スプリット、最近もめちゃくちゃいいね、西村。ね、大学もいい、帝京大学っていうね。まあそのね、中で、ここ最近ね、本当に、5月1日のね、ロッテ戦では3失点したけども、そっからね、9日 DeNA、18日ロッテ、21日楽天、26日ソフトバンク、で28日西武っていうところで、もう無失点。で、ヒットも1本も打たれてないからね。で、まあ、フォアボールも全然出してなかったんだけど、このフォアボールでね、西武戦2個出したけども、西村のリリーフ、グッと。まあ、日本もね、負けたけども、この西村のね、リリーフの好投っていうところは、しっかりね、チェックしていきたいと思います。で、西武先発ね、松本。6回99、6安打、4三振、2四球、2失点と、まあ、変化球がね、ちょっと高いところ気になったけども、この2四球っていうところがやっぱりね、踏ん張ってる、グッポイント。ね。で、まあ、あとはね、水上平マスター、最強リリーフ陣で、まあ、逃げ切るっていうね、形で、まあ、やっぱり初回のね、3点が、効いたかなと。で、まあ、ダメ押しとしてね、2回裏、山川ね、ヒット。で、その先アウトになるけども、栗山が、ね、ホームラン、栗山、ギュッて。しかも、栗山ね、本拠地通算、ベルーナドームで、なんか西武ドームから始まってね、本拠地通算、1000本安打達成。これすごいよね。栗山に、敬意を表して。空からのスパイダー、ナイアガラで栗山に勝算、ね、まあ、これでね最後もダメ押しで勝負は決まったかなと。で、日本ハム的にはね、この2回3回ね3点取られた後もワンアウト2塁から復帰のね近藤がタイムリー打ったりとかで、3回ね2アウト3塁から松本がねセンター前タイムリー打って1点ずつね、この追い上げていってるんだけども、まあその後が続かなかったっていうところでは、まあ6回ね、このワンアウト一三塁で、石井がね、セーフティースクイーズと見せかけてね、やるのかと見せかけて引いたらストライク、その後三振。あれ痛かったね。やるんだったらやる。ね。っていうところをね、しっかり、まあボールだと判定したんだろうけども、ああいったところのね、小さいミスが結果的にね、勝敗に影響したかなっていうところはね、あります。
まあそしてね、29日6対2でセーブっていうところでね、セーブ先発演出、5回60球、1安打3三振、無四球、無失点とね、まあストライク先行で勝負できて、緩急つけて、非常にね、グッピッチ。ね、まあ5回ね、打球が直撃して当たって交代になったけども、まあ交代しなくても非常にいいピッチングがね、続いてたと思います。で、日本ハム先発ね、吉田。3回45球、4安打1三振、2四球3失点と、まあ立ち上がりからストレートがもう高めに抜けて、低めに投げようとしたら力なく投げなきゃいけないから、下半身と上半身のバランスバラバラだし、まあ低めに行ったらめちゃくちゃ弱い球になるし、力入れたら高めに抜けるっていうね、もう去年の悪い時の吉田を見てるような、非常にね、ちょっと難しい状況の先発になりましたけども、まあ、ちょっと吉田表はね、まあ後で、置いといてですね、いきなりね、初回、そのね、先頭川越がね、フォアボール。で、源田がね、レフトへツーベース打って、ノーアウト2、3塁からね、森が、真ん中に入ってきたところ、レフトへね、タイムリーヒット。この時の源田のね、ノーアウトからの三遊間抜けるけど、スタート、走塁、グッと。ね、走塁。ね。で、こう、しっかり2点取って。で、3回ね、アイトがレフトツーベース。で、川越セカンドゴロで、インコース難しいところ、進塁打打って、で、源田が三振って、ああ、この回、チャンス作るけどってね、2回もね、先頭フォアボールでランナー出したけど、ね、あ、この時の清見だ、ファースト。トントンってベースね、足で行かないでベース。ナイス。グップレイ、ね。だからランナー出すけども、これもっと大量失点やるなっていうところで、これもね、ツーアウト三塁になって、お、なんとか踏ん張るのかなっていうところで森のね、ライトにタイムリーツーベース。このね、3回の1点非常に大きかった。このゲームを左右、する上でね。で、日本はね、6回、上川端のね、ツーアウトからね、アルカンタラフォアボール。で、上川端のライトへタイムリーツーベースでね。1点。ね。で、9回また上川端のね、ホームランっていうところで取るけどもね、全体的に3安打。まあもう、打つ手なしです。はい。で、西武はね、ほんと効率よくね、点取っていって、その上川端にヒット打たれてね、ちょっと中でどうなるのかなっていうところでね、6回裏ね、ピッチャー玉井から、森がね、3ベース。で、山川センタータイムリー2ベース。で、その後、外崎アウトになるけども、栗山のね、センター前タイムリーヒットっていうところで、この2点でね、まあ勝負ありっていうね。で、8回、トノサキのね、ホームランでダメ押しっていうところでね、まあ、ほんと、先生なんか落ちダメ押しね、この、ちょっと雰囲気悪いなっていうところでの3回の森のヒットっていうのも大きかったし、で、6回裏のね、山川栗山の点取られて流れどうかっていうところで、パッパンっていうね、取っていく、非常に試合展開としては完璧な、流れ、だったと思います。で、日本ハムのね、ちょっと吉田構成表としては、まあ、ずっとリリーフやってきて、で、甲子園で先発させて、で、秋田凱旋登板。で、その後もう一回中日戦がなんかリリーフやって、で、秋田凱旋登板だから先発やって、で、もう一回先発っていうね。もう全体的にね、もう何やりたいかがわかんないね。やっぱ誰に聞いても、プロ野球ニュースよ、デーブさんとか、野村さんも含めて、誰に聞いても、先発とリリーフの調整法、練習法、投げる球も違ってくる。その中で、それに合った練習していかないと、準備としてはなかなか難しい。っていうところでね、吉田はずっとリリーフの練習やってきて、で、多分甲子園だからって言って、まあこれは完全に俺の想像だからね、現実と違うかもわかんないけども、まあリリーフで調子も良かったと、先発の短所上げようとなった時に、お、甲子園で投げ出すのが一番話題になって面白いやないかと。じゃあ甲子園投げさそうと。で、投げました。で、まあ、3回ね。まあ、最初良かったけども、やっぱりバテてくるんだよね。リリーフの練習しかしてないから。で、パンパンと行かれて、でもう一回リリーフ挟んで、お、秋田凱旋やと。凱旋やからこういう先発やらしとこうと。面白いやないかと。で、行って。で、また、そこも、甲子園より長く行ってね。でも最後はやっぱり、球が減ったくて、後半。じゃあもう一回チャンスやろうって言ってね。いうところでもうね、どっちつかずっていうかね、ちょっと、俺には、個人的にはもうビジョンがないようにしか見えないね。で、今何が大事かっていうと、吉田が今結果出すことも大事だけど、もう今結果出すことじゃないんだよね、今のファイターズから考えるとね。だってもう今年、ね、ビッグボスの発言からしてたら、来年と、来年に向けて種まき、トライアウトやと。ということはもう今年、育成でもうこのね、今日7月1日になったけども、もう勝ちに行くとかいうことじゃないわけでしょ。そうなったら一番大事になってくるのは、吉田輝星を来年、先発で使うのか、リリーフで使うのか、ファイターズとしてのビジョンはどうなんやっていうね。これがもし、ね、こっからも先発の楽印ですと。まあ、これで押されるのも練習もしないのにかわいそうだけどね。無理ですと。リリーフやらせますと。で、来年、リリーフを中心的に勝利の方程式に入ってくるぐらいに育てていこうっていうね。
感じだったら俺はもうそれでいいと思う。でも来年先発やらせようっていう頭があるんだったら、もう二軍に行かせてでも先発の練習させて、先発の登板させて、また一軍でも先発で投げさせてっていう大回踏んで、来年ローテーションに入ってくるような感じで今年育てようとするのかね。今じゃなくて吉田輝星を未来どうしたいのかによって今何やるかっていうのは大きく変わってくるんだけども、そのビジョンがね、見えないね。まあ、その、あるのかもわかんないけどね。まあ、外では、まあ、俺の能力ないのかもわかんないけどね。もう見えない。ね。そういったところでは、まあ、どうなってくるのかっていうところ、ちょっと起用法とかね、もう含めて、まあ、これ、ね、いろんなところで判断される。まあ、ね、注目してるからね、金足農業っていうところでね。まあ、そこの中ではちょっとね、かわいそうっていうところもあるから、もうちょっとチームとしてのビジョンをね、今じゃなくて来年どうしたいのかっていうビジョンをね、持って、吉田輝星には練習させた方がね、本人のためでもあるし、これがね、チームのためでも俺はあると思うんでね。まあ、そこら辺はどうなのかなと思いましたけど、皆さんどう思いますか？まあ、結果ね、2勝で西武勝ち越しでした。続いて、DeNA 対阪神。6月28日、6対2で DeNA、29日、4対2で DeNA、そして30日、6対5で DeNA、DeNA の3連勝！ここに来てね、ちょっと3連敗で入ってきたけども、3連勝。非常にいいね、DeNA としては勝ち方でしたね。まあ、28日ね、6対2で DeNA。DeNA 先発大貫ね、7回103球、4安打6三振、1デッドボール2失点と。まあ、初回ね、ライト楠本のミスでね、ランナー進塁で、まあ2失点するも、まあミスがなくてもね、まあ1点は取られたかなっていうところはあるけども、まあフォークスライダーね、変化球はしっかり低く投げて、ストレートツーシームのこの投げ分けでね、この的を絞り切らさず、非常にね、グッピッチング。右バッターにもまっすぐ投げたり、ツーシーム投げたり、左バッターのアウトコースもまっすぐ投げたり、ツーシーム投げたり、低めのフォークスライダー。非常にね、的を絞らさず、素晴らしいピッチングだったと思います。阪神先発西ね、5回3分の2、95球、7安打2三振、1四球6失点と。まあ、まとまってるようには投げてるけどね、まとまってるようには見えるけど、あんだけ簡単に打たれるっていうことは、ね、こう結果からの考察で見てると、ちょっとキレもなく、ストレートの、こう推進力っていうか、このまっすぐで行く力っていうのも多分ないんだろうなっていう。だから変化球の曲がりも速くなって全部が緩くなるからバッターとしてはそんなに嫌じゃない。その中でまとまってるから狙いやすくて打ちやすいっていうところもね、逆に作用してしまったのかなと。で、DeNA はね、3回、外がレフト前。で、ミネイね、レフトでツーベース。大貫ショートゴロ、海老名セカンドゴロで、ツーアウト2、3塁で、うわ、ここで無得点かっていうところでね、楠本の代打に、桑原、レフトでね、2点タイムリー。グッと。ね。楠本が1回3回ファンブルしてね。でも3回のファンブルはめっちゃ大事に言ってたよ。両手で。もう見て。もうすっごい大事に気持ち出てた。でもね、大事に行きすぎるとミスるんだよね。これがまたね、難しいところ。ね。で、それでね、桑原代打。でも桑原代打がね、しっかり2連タイムリー。で、5回はね、外にホームラン。で、6回ワンアウトから佐野がね、センターツーベース。で、牧ライトフライ。で、宮崎敬遠。ツーアウト1塁になって、山とかね、センター前。タイムリーで外がライトへね2点タイムリーっていうところでしっかりね得点勝ち切って、まあ、阪神はねそのミスに乗じて初回2点取ったけども、初回以外はねほぼノーチャンスっていうところで、まあ、完敗です。はい、29日、4対2でね DeNA っていうところで、 DeNA 先発石田ね、5回3分の1 88球8安打3三振1四球2失点と。まあ甘い入る球も多くてね、そこでピンチ打たれてピンチ作るんだけども、ピンチになるとローコース、そして低めにねしっかり投げて、そのピンチをね脱するっていうグッピッチ。で、阪神先発ガンケルね、4回55球、5安打2三振、無四球、1デッドボール4失点と。まあ、どんどんね、ストライク投げていって、でそっから動かしながら打たせて取るのがスタイルだから、まあ、仕方ないんだけども、そこ対応されると、もう、なすすべないっていうかね。阪神はね、初回、中野レフト前ヒット。で、ノーアウト1塁からね、島田セカンドゴロ。で、ここで、牧野、走塁、妨害。ね。ダブルプレー取れるところで、これね、中野追いかけていって、さっきファースト投げたら、中野が振り向いて、牧に当たるっていうね、走塁妨害。あれ、避けなきゃいけないんだよね。いい形のタイミング取ってね。で、そこを避けきれずね、走塁妨害でワンアウト二塁になって、近本ね、三振取るけども、サドテルにね、ライトへタイムリーヒットで先制っていう、ところでね、無得点でね、踏ん張れたところでこのミスっていうのはね、ちょっと痛かったね。で、その中で、しっかりね、この一回裏に、ワンアウトからね、桑原デッドボールで佐野がね、パコン高めのストレートね、振り切って、佐野、グッて、この2点大きかったね、取られた後ね、でもよ、こう大きかった、DeNA と思ったら、2回の表にね、
ワンアウトから山本がライトへホームラン。山本、くるって。これでね、ちょっとどうなるか、わかんないかなっていうところにね、なってきて。そして4回ぐらいね、同点から、ね、そのミスした牧がね、センター前ヒット。で、宮崎がね、ライト前ヒット。で、山田の、レフト前ヒット。ノーアウト満塁になってから、外がね、センターへ犠牲フライ。で、峯井がセンターへ犠牲フライ。ここで、両方とも初球をね、しっかり打っていく。ね、外の時はこう、ツーシーム系ね、インコース狙おうとしたやつが真ん中入ってきて、センター犠牲フライ。で、峯井の時はね、アウトコース行ったところをね、そこ高めに打ってきて、また峯井がね。まあでも、これがガンケルのスタイルだからね。まあ、もうちょっと低めにね、投げてほしかった。別にストライクでもよかった。でも低めに投げていけば状況変わったかもわかんないけども、まあ逆にね、この DNA 外ね、ミネをね、ポンポンとね、犠牲フライで1点取れたっていうところはね、大きかったかなと。で、阪神はね、10安打打つけども、連打ができなかった。だから阪神はね、10安打でね、1回2回の2点だけなの。ホームランと、で、サトテルの。あともね、毎回のようにランナー出すのよ。ヒットでね。だからこの3回の表にワンアウト一三塁から佐藤ね、この大山っていうところが1点取れなかったのが一番大きかったね。キーポイント。で、5回三者凡退になるけども、4回は三者凡退になるけども、5回、6回、で、7回、8回とね、全部ランナー出すけども、単発で終わってね、連打がないっていうところで得点しきれず。逆に DeNA はもうほぼほぼ、この2回とね、4回の中で、点をね、そう、犠牲フライ、タイムリーじゃなくて犠牲フライっていうところで、ね、まあ、サムの一発っていうところはあったけども、しっかりね、取り切ったっていうところは、非常にね、大きかった、試合でした。5安打だからね、まあ、効率いい試合のね、展開でしたね。まあ、石田がね、しっかりそのピンチを踏ん張って、その後ね、クリスキー、エスコバー、伊勢、山崎とね、リリーフが踏ん張ったのも、非常にね、勝利に、貢献できたかなと。そして、30日ね、6対5で、DeNA の勝利というところで、この日ね、日本放送で解説してましたけども、阪神先発ね、ウィルカーソン、4回74球、7安打3三振、2四球4失点と。で、DeNA 先発東ね、5回3分の2、104球、9安打7三振、無四球3失点と。というところで、ウィルカーソンね、ほんと、初回だけだったね。まあ、ちょっとね、甘め高めに入った。まあ、だからウィルカーソンもそういうタイプだからね、どんどん投げていくっていうね。で、そういったところで、1番ね、コアラが、初球でスライダー。これ結構いいとこだったのね。それちょっと泳ぎながらも体勢崩しながらレフト前。で、太田大志がセンター前ヒットで。で、佐野がね、ノーアウト1塁からセンターへね、タイムリーヒットっていうところで、1点取って。で、牧ピッチャーゴロでアウトになるけども、ワンアウト1、3塁から宮崎がね、センターへ2点、タイムリー、ツーベース。これね、高め。ね、ちょっと見逃したボールを踏ん張ってね、レフト。島田も惜しかった。もうちょっと惜しかったっていうところでね、しっかり取って。で、ワンアウト三塁から外がね、ショートゴロでアウトになるけども、ツーアウト二塁からね、このカットボール気味のね、ところを森がね、ライトへ。この森の4点目ね、非常に大きかった。森、グッと、ナイス。ね。で、アズワもね、今日めちゃくちゃ状態良かった。ほぼ多分ね、狙ったところには投げれてると思うんだよね。ストレートもスライダーもいいところでね。で、その中で、初回ね、中野センター前、島田がね、ね、待って待ってね、スライダーね、レフト前っていうところで、このノーアウト1、2からね、近本アウト、佐野アウト、で、大山ね、三振っていうところで、このクリーンナップで1点取れなかった、ノーアウト1、2、これがね、痛かった。ここまで阪神ね、初回必ず点取ってきて、まあ負けてんだけど、点取れてきてっていう中でね、まあ取れなかったっていうところと、東はね、全体的な表としても、追い込んでからの変化球はね、甘すぎる。もうちょっと狙っていきたい。それ簡単に打たれてるっていうとこあったけど、逆に追い込んでからのストレート、めちゃくちゃ状態よく食う。これをね、客観的に見ると、ひょっとしたら、阪神打線は変化球っていうところに意識が高かったかもわかんないね。だから、追い込んだらまっすぐっていうところが結構見逃し三振がね、多かったっていうところで、まあそこで、ね、仕留め切られてね、失点っていうところもあったけども、全体的に東はね、ほんとグッピッチング。勝ちがね、ついてもおかしくないようなピッチング。その中でね、4対0で迎えた5回表ね、先頭ね、ウィルカーソン代打、北条はね、センター前、で、中野ライト前、で、ノーアウト1、2から島田はね、三振するけども、このね、3番近本のセカンドゴロ、ね、牧が、エラ、牧、バーンと、膝が曲がってないし、腰も曲がってないし、簡単すぎて、もう本当に簡単すぎる、あのエラーは。ね、で、セカンドランナーのね、北条がホームに帰ってきて1点っていうところでね。で、その後、ワンアウト1、3塁からね、佐藤輝のセンターへの犠牲フライで2点っていうね。正直これ0点で収まってただけに、この牧のエラーっていうところがね、後々いろんなことにね、左右してくるっていうね、ところになりましたけども。で、6回ね、山本がレフトへツーベースっていうね、それまで1打席目は追い込まれながらチェンジアップ高め打とうセンターまで。ね。
2打席目、そこからね、見逃し三振取ってるからね、いい感じ追い込んで、首振ってね、最後外のストレートで見逃し三振取ろうと思ったら、ついていってね、ライト前。で、今度はインコース引っ張り込んでね、レフトにツーベース、山本。グッド。ナイスバッティ。で、梅野三振して、いやー、これも0点かな、このまま流れ、DNA だねっていうところで、代打ロハスね、あんな低めのチェンジアップ、ポンポコポンポコ空振りしてて、もうこれ低め投げとけ大丈夫やろうと思った瞬間に、チェンジアップが高めに浮いてきて、それをロハスが仕留めて、レフトへタイムリーヒット、ロハス、ガーッと。この1点、あれ、じわじわ、ちょっとやばいねっていうね、こう解説の時も、次ホームラン打った方が勝つんじゃないですかって言ったところで、7回、ね、ピッチャー、エスコバ、出てきて、サトテル、高め、弾丸ライナーでレフト上段、ドーン突き刺さった、サトテル、グッズ。気持ちいいって言ってたよ。ジジーサト喜んでるよ、ほんと。気持ちいいってやればいいんじゃん。サトテルだから。あとタイガースの時。ね。非常に、これでもうね、タイガース勝ったなって正直思ったね。まあ、これでも6回のね、ロハスが打った後、東から田中に代わって、こう中野をね、アウトを取ったのも DNA 大きかったね。結果的にね。あれグローブ触ってなかったらセンター抜けてたからね。田中もね、よく反応してグローブ触ってね、アウトに仕留めたっていうね、ところも言い忘れてたんで言っておきます。はい。で、サトテルホームラン打って、同点になってね、いや、これ一気に流れは阪神やろうって言ったら、8回ね、ピッチャー伊勢に変わったら伊勢が全くストライク入んなくて、ね、先頭糸原にフォアボール、山本バントしてるのに、ね、ワイルドピッチ。でも俺は割にはパスボールにしか見えない。ミット入って、反応できなくて。で、ノーアウト二塁になって、山本バンドきっちりして、ね。で、梅野のセカンドゴロの間に、ランナー、上田が本塁突っ込んできて、セーブ。ノーヒットで、勝ち越し。流れ、全くない。DNA、完全に負けた。で、100% 思いました。ね。そしたら、ね、9回、ピッチャー。ね、岩崎出てきて、まあ、8回もね、弱さでチャンス作ったけどもね、最後、大和にアウトローストレート、ピッチング、素晴らしい。で、9回裏、ね、もう岩崎で終わるなっていうところで、桑原が先頭ね、ボール球見逃したり粘って7球目、レフトへヒット、これが全てのね、奇跡のスタートになって、で次、太田ね、バットですかね。いや、これ、太田バンドないでしょ。もう強行策でしょ。って言ったら、ね。2球目、チェンジアップ、高めに浮いてきて、引っ張り込んで、本人行ったかと思って、こっち見てる方も、これ行ったな、角度完璧だな。って言ったら、あとこれぐらいでホームランの上段当たって、桑原、ナイスソーリー、グワッと、よく全力で帰ってきて、ホームセーフ、ノーアウト2塁、同点になって、これは佐野、って言ったら、レフトフライ、アウトコース、絶対引っ張らせないぞ、っていう岩崎の、ナイスアウトコースの球でレフトフライ。マキ、最後はエラーして、ね。あ、やったけど最後ってマキで終わるのかなったら、申告敬遠。そらそうでしょ。ね。次、宮崎だけど、ダイソーに出てた柴田。もう控えはほぼほぼいない。行くしかない。ね。最後見逃し三振。柴田、バッと。これなぜバットかっていうと、フォアボール狙いすぎ、決めてやろうっていう気持ちがない。最後もうフォアボールでも何として出てやろう。その気持ちはグー。でも消極的すぎる。あれは決めに行かなきゃ自分でっていうね。見逃し三振。これ終わったなと。延長だなと。これ長くなるでと。もう11時絶対回るな。試合。ってね。いう感じで解説席でいましたけども。ミネイ。チェンジアップのワンパン空振りして、あ、これも見せられて最後チェンジアップで終わりだと思ったら、チェンジアップ、ボール気味のやつ、なんとか踏ん張って当てたら、一塁間弱かったけど、間抜けていって、ライト去ってるもホーム投げていいところ投げたけども、セカンドランナー太田が若干ずらして、紙走塁ヘッドスライディング、ね、もう紙一枚、ほんと、この一枚ぐらいの差でタッチできるかどうかだけ、紙一枚、この差でもう、セーフ。さよなら。ね。いつわしゃわしゃ上げて花火バンバン上がって。リクエスト。DNA。早すぎる。バットや。水かけと花火。あれ、ね。万が一、判定変わってたら、太田、峰井、その周りの奴ら、びっしょびしょのまま、延長戦わなきゃいけないんだよ。着替えんの。びっしょびしょだよ。花火も。上がって。もうちょ、ああいう状況だったら、リクエストあるってわかるやん。かけんの。興奮しすぎやって。びっしょびしょで、延長。
寒いぞ。こんな暑いって言ったところで風邪ひいたらどうすんや。水かけ、バッとや。ね。でも、これね、本当に放送中も言ったけど、サヨナラホームラン以外のベストオブサヨナラかもわかんない。前半戦ね。それぐらい、このね、桑原から始まっての最後はね、いい形のね、サヨナラになりましたね。素晴らしい。ミネイ、グヒット、太田、グスロー。ね。で、桑原、ナイススリー。あなたから始まりましたよ。ね。というところで、結果ね、3連勝で DeNA の勝ち越しでした。続いては、巨人対中日。28日6対2で巨人。29日3対2で中日。1勝1敗の五分でしたね。まあ、28日ね、6対2で巨人というところで、巨人先発高橋ね、メルセデスが発熱で急遽ね、先発登板というところで、4回3分の2、72球、8安打2三振、1四球、1デッドボール、1失点と。まあね、勝ち投手の権利がね、まあなかったけどね、5回投げ切れずっていうね、ところではもう非常の采配です。ね。まあ、5回ピンチ作ってね、降板。まあ、全体的にね、まあ、球がもう高くてね、フォアボールがね、1個っていうところがね、まあ、救いだったかなと。まあ、だからフォアボール出さないようにやろうっていうピッチングのね、ように見えてね。まあ、いい時に比べると、まだパッとしないっていうか、全部が緩いっていうところもあるけども、まあ、このね、急遽先発っていうところでは、最低限の、ほんと最低限のね、役割は果たしたんじゃないでしょうかね。で、中日先発ね、大沢ら、6回109球、7安打3三振、4四球3失点と。まあ、木下がね、腰痛で離脱中ということで、この日キャッチャー石橋ね。で、まあ、クオリティスタートしてるからね、いいのかなと思うけども、まあ、こう、配球的にね、今までまあ、木下とのリードをずっと見てたからあれなんだけど、まあ、チェンジアップがね、やたら少なくて、まあ、対左対にも、あんま投げてなかったんだよね。そこの配球の違いがね、どうなんやろうっていうところはね、まあ、あったけど、まあ、QS だからいいのかっていうところはね、あるけどもね。で、巨人はね、初回、1番にね、最近入ってる増田、ね、ライト前、で、丸ライト前、フライ。で、ウォーカーね、レフトへツーベース。で、岡本に犠牲フライっていうところで先制ね。ここら辺は非常にね、いい形のスムーズな先制したけども、まあ、中日はね、3回、強打がね、ライトホームラン。グッね。こっから行くぜっていうね、ホームラン同点。ね。で、5回の裏ね、代打湯浅がフォアボール。で、増田、三振するけども、丸はね、カッコーンって打った瞬間、ホームランで、ライトへね、ツーラン。で、3対1。いや、このまま巨人行くのかなっていうところで、6回表ね、アルエル・マルティネス、フォアボール。ピッチャーね、赤星に変わって、で、阿部はね、ライト前ヒット。ノーアウト1、3塁から、で、高橋周平のね、セカンドゴロの間に、まあ、1点っていうね。まあ、地道に行くけども、まあ、この勝負が決まったのがね、7回裏。ピッチャーね、小笠原から清水に変わって、まさかのね、丸、ウォーカー、岡本と3者連続フォアボール。で、坂本にね、センターへタイムリーヒット打たれるんだけども、もうここはもう坂本と対戦して、もうストライク取れれば OK みたいなね、ほぼど真ん中投げて、もうね、打って。で、最後ね、ワンアウト満塁で吉川がね、センターへ犠牲フライ。っていうところでね、3点目を取って、しっかりね、この3点っていうところがね、この回、一気にね、まあ、突き放したっていうところではあるんだけども、一番ね、大きかったのは、もう、ウォーカーよ。これでね、勝ったと言っても過言じゃない。中日ね、2回表攻撃、高橋のね、レフト前、ワンアウト、一塁からね、レフト前って言っても、左中間ぐらいのところにね、飛んでいったんだよね。で、まあ、ウォーカーっていうところで、ファーストランナー、アルリマルテスを三塁回していけいけって言ったら、アルリマ、ウォーカーから坂本、そしてホーム、ね、大城へタッチアウト。グップレー、中継。ね。で、4回表、2アウトね、1塁から、石橋のレフト前ヒット、回せ回せって言って、で、回ってきたら、レフト、ウォーカーが、ね、セカンドランナー、阿部。フィーン、トン、トン、アウトじゃないよ。フィーン、コントロール抜群、タッチ、アウト、グップレ。このね、2点いかれてたら、多分負けてた、巨人。そういった意味ではね、でも、それはね、こうちゃんもね、間違いじゃない。それはウォーカーを回すと、絶対回した方がいいよ。だって、そんな、ファン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 、でもちゃんと来ると思わへんやん。ね。というところではね、まあ、ウォーカーがね、それをしっかり防いだっていうところではね、まあ、一回ね、坂本のカット使ったけどね、ナイス、ウォーカー、グッズ。あなたの守備で、この試合はね、ボロいできました。結果ね、6対2で巨人の勝ち。で、続いて29日はね、3対2で中日の勝ちっていうところになりましたけども、中日はね、先発高橋、中10日っていうところでね、6回105球、6安打7三振、1四球2失点と、まあ中10日開けてね、まあストレートの力強さっていうところはしっかり戻ってきたかなと。で、低めにね、ストレート投げてからそっからのフォークっていうところで威力ね、もう絶大。グッペチ。
ね。で、中日先発ね、山崎、中16日っていうところで、5回97球、8安打6三振、2四球、1デッドボール2失点と、まあ、しっかり制球も出てき、できてね、まあ、やや高く入るなっていう時もあったけど、全体的にはね、グッピッチ。ただね、ちょっと回が進むにつれて、ちょっと疲れてくると、肩が全体的に開き出すから、そしたらラインがね、投球のラインが出なくなって、まあ、こう考えると、ちょっとここからはね、スタミナっていうところが課題になってくるのかなっていうね。で、中日はね、初回、ダブルプレーで、ね、大島ライト前、で、岡林レフト前で、ノーアウト一塁、で、高橋周平ね、3-6-3ダブルプレーで、いや、チャンス嫌からかなって思ったらね、アルレマルティネスフォアボール、で、2アウト一塁から、阿部がね、センターへタイムリーヒット。阿部、ギュッて。ね、この日、5安打。5打数5安打だから、すごいよ。ね。で、巨人はね、2回裏。ワンアウトからね、ポランコ、内安打。で、大城のレフトにタイムリーツーベースで、ポランコ激走。ホームセーフ。グッソーリー。ね。で、3回裏。ワンアウトからね、丸ツーベース、ウォーカーアウトになって岡本フォアボール、ツーアウト一三塁から坂本のね、レフトにタイムリーヒット。だからいい形できてね、あ、これもそのまま行くのかなって思ったら、5回表にね、ワンアウトから岡林レフト前、で、高橋の時にね、岡林盗塁で三振してね、で、アレマーディエス、内安打。で、ツーアウト一三塁からまた、阿部ちゃんが、センター、タイムリーヒット。グッド。まあ、全部阿部祭りでございます。で、同点のままね、行って、10回の、運命の、10回の、表ね、ピッチャー、桑原。ね、アレルマーチですね、ライト前ヒット。で、阿部がね、またセンター前ヒットに繋いで、ノーアウト一三塁から、衣装がね、ショート強烈ね、坂本も空で止めるけども、セカンド投げたけどセーフ、もうどこも投げれなくてね。で、満塁、で、三ツ俣の時、押し出しデッドボール。でもその後、ね、ピッチャー、トネに代わって、トネ、グッピッチング、ね、強打加藤大島とね、アウトに取って、そこでね、2点目追加点やらなくて、10回裏ね、最後の攻撃にかけるっていうところで、ワンアウトからね、中田がレフト前ヒット打って、これ一気に大走マスター通りもあるかな、一気にね、サヨナラツールあるかなっていうところで、岡本坂本がアウトでね、ジエンドっていうところでね、まあ中日がね、勝ち切ったっていう中では、まあ両チームね、藤島ロドリゲス、ライエル・マルティネス、谷本ね、非常に中日、グッピッチ。で、巨人もね、山崎よりから変わって、高木京介、高梨、平内、大勢、ね、グッピッチ、ね。で、トネもリリーフ、グッピッチ。桑原、頑張っていこう。ね。で、まあ、結果ね、1勝1敗の五分でした。続いて、広島対ヤクルト。28日、3対6でヤクルト。29日、2対9でヤクルト。30日、2対4でヤクルト。ヤクルトの3連勝っていうね、形になりましたけども、28日ね、3対6でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発王冠ね、5回、86球、8安打、1三振、1四球、1デッドボール、3失点と、まあ立ち上がりね、ストレートの乗りがちょっと悪くて、まあその代わりね、まっすぐカットなど変化球でね、まあ乗り切るっていうところではね、非常にまあ全体を通してはね、まとめてきたかなっていうところはありますね。で、広島はね、序盤はね、3回目両チーム得点できずっていうところだったけども、まあ4回裏にね、マクブルームフォアボール。で、坂倉ライト前。で、上本がね、ライトへ。タイムリーツーベース。ね。これライト山崎が、照明入ったかなんかでちょっと見えなくて、こいつっていうね。これもう、攻めれないけどね。こう、取ってほしかったね。もったいない。ね。で、ノーアウト2、3塁になって、小園がね、サードライナー。で、相沢が、その後、フォークボールで、ね、ちょっと落ち気味のところを拾って、レフトへね、2点タイムリーツーベース。で、戸田が、ショートへ内野安打っていうところでね、ワンアウト1、2塁、ここでね、ノマアウト、ウグサアウトで、ここでもう4点目いってたなっていうね、ところだったけど、まあここでね、しっかり3点取れたっていうところは、まあ、大きかったかなと。でね、広島は11安打打って、このね、イニングの3失点だけだ、3得点だけだったんで、まあ全体的に考えればね、初回ね、ノマセンター前、ウグサデッドボールで、ノーアウト1、2からね、菊池送りバントして、ワンアウト前線から、マクブルーム三振、坂倉ね、ショートゴロ。で、2回も、ね、先頭上本ライト前ヒットを打って、ノーアウトランナー出したけども、そこからね、無得点。でね、3点取った後の5回もね、2アウトから坂倉、上本がね、連続ヒット、2アウト1、2から小園がアウトでね、この1、2、5回で点取ってればね、勝てたかもっていうね、試合流れだったような気がします。で、広島先発とこだね、6回97球、4安打6三振、3四球4失点と、まあ、5回までね、完璧っていうところでね、まあ、4回表ね、ピンチで村上敬遠した後ね、青木をツーシームで三振取るっていうね、非常にグッピッチで、いい形だったけども、ヤクルトがね、4回表、一気にね、ワンアウトから、塩見がね、ライトへツーベース。で、山崎フォアボール。これ痛かったかもわかんないね。で、山田哲人がね、ライトへタイムリーヒット打って、村上が、レフトへ、スリーランホームラン。村上、ナイス、ホームラン。でもあれを、
ね、初球、外、レフトに打たれたら、どうしようもない。もう村上、褒めるしかない。で、逆転して、で、7回表には、2アウトから、マリアム・塩見がね、連続ヒットを打って、で、山崎がレフトへタイムリーヒットで、2アウトからもしっかり1点でね、取っていくと。で、8回ね、オスナがレフトへホームランを打って、もう勝負ありっていうね。もうヤクルトはね、本当に、グッドリリーフ。8回ね、あの、裏、清水がね、ピンチを作って、2アウト1塁でね、もうなんかあったら出てくる田口っていうね。で、そこで中村翔成をね、ダイソーで、出して一気に行くぞっていうね、ところをカープ見せたけども、野間をね、三振取って、田口、グッドリリーフ。まあ、この日もね、大西梅の清水、田口マクガフ、グッドリリーフ。ね、非常に素晴らしい。しっかり、逆転勝ちです。続いて29日ね、2対9でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発原樹里ね、6回92球、7安打2三振、無四球、1デッドボール、無失点と、まあ、肩の開きがね、抑えられて、このね、リリースポイント、安定。で、安定してるからよって、このね、出だしがいつも一緒。一緒からの、シュート。スライダー。っていうね、ところで、もう出だしがね、常に一緒に、ラインが出てね、投げれてるっていうところで、バッターとしては、ちょっとね、この変化っていうところが、なかなか対応難しかったんじゃないのかなっていうね、非常に、このね、横振りにならないで、縦回転の中でのリリースポイント安定で、一緒の角度から、こうね、曲がって落ちてっていうところは非常に素晴らしい、ピッチング、だったと思います。広島先発遠藤ね、6回92球、5安打6三振、無四球2失点と、ほんと、玉持ち、ね、もう、遠藤ってことは玉持ち良くて、パーンって前で離して、そこからね、気力とトーンっていくね、非常に遠藤もね、素晴らしい、ピッチング、だったと思います。もうヤクルトはね、もうその中で、攻撃安定っていうところでね、まあそのね、2回、ね、山田、インコース、結構いい球だったよ。肘で腰の回転で、先制ホームラン、これね、1点で終わるのかと思ったら、その後もね、村上ヒット、で坂口の時にね、村上盗塁して、カープはね、ちょっとね、盗塁阻止、ちょっと真剣に練習しよう、全員、まあもう本当に。で、坂口がね、ライトへヒット、でノーアウト1、3塁から中村がね、犠牲フライと、この2点目もね、非常に大きかったかなと。で、7回表ね、オスナがレフト前で、長岡バントして、代打浜田ね、レフトへタイムリー、スリーベースっていうね、きっちり、代打へ出てきたやつもきっちり打つ。浜田、きっちり、強い、誰が出てきても打つみたいなね。でも、3対0になってね、その裏ね、坂倉が、梅野からね、ライトへ、ホームラン打ってね、これで、終盤まだ行くぜっていうところでね、ここで、神様出てきます。菊池がね、ピッチャー変わって、山田がセンター前、そして村上が、左中間。もう、カバーン、もう、ジエンド。で、9回にもね、山田が、バカーン、あれこれリプレイじゃないよねっていうね、左中間。同じところにホームラン打って、一気に4点で、ね、9対2で、ヤクルトの勝ちでございます。もう、神様いるんでね。神様、死神かっていうね、相手をバットの鎌でカッて切って、死神かっていうぐらいのね、怖さあるね。だからこの時にね、この、俺はプロ野球ニュースでも言ったんだけども、カープはね、考えなきゃいけないのはね、前日から、床田のところから、同じとこ、打たれるの仕方ない。それはもう村上もすごい。それ打たれるの仕方ないけど、全部同じとこ打たれてるのよ。左中間の方向に。それはね、バッと、ダメだね。打たれるにしても、もっと違うことやってね、引っ張られてだったらまだいいけど、同じようにやって、同じように打たれて、対策練ってますかっていうところをね、言われても仕方ない。そういうのはね、見えない。やっぱり、同じところにばっかり打たれてるとね。そういったところはもっとチーム全体で考えなきゃいけなくて、そのね、プロ野球ニュースでもね、当てろとはね、言わないけども、ね、足元軸足ずらしたりとか、ね、やっぱこの軸をずらしてね、踏み込みちょっとずつ浅くしたりとかね、考えさせたりとか、フォームのバランス崩せるようにね、当てろとは言わないけど、足元軸足ずらしたりとか、こうのけずらすぐらいね、行かないとやっぱりね、そら抑えれないよって言ったら、30日。なんと、まあね、この日は村上、4打数ノーヒット。しかもよ、ちゃんとね、ここにね、日刊スポーツで、谷繁さんも言ってるけども、ね、このアンダーソンが、この村上のね、村元投げたりとか、軸足ずらしたりしながらね、やっぱりこれね、足ずれたりしてるのよ。で、結果ね、打ち取ってるのよ。栗林にしても、ちゃんと投げてるんだよね。ね。だから、まあ、
これまあ誰でもが考えることだから別に俺が特別じゃないけどね、それが聞こえていったのかなって内心ね、勝手に喜んでます。でもそれだったからってね、絶対抑えられるようなバッターじゃないけども、そういったこともやっていかないとね、工夫が見えないっていうところはね、言われても仕方ない。でも次の試合ね、しっかり工夫してきてそう抑えたっていうところは、しっかりね、このカープの、この準備、そしたらちゃんとやってくる姿勢、グッと。でも村上打たなくてもヤクルトが勝つっていうヤクルトの強さにビビる。ね。まあ、この試合ね、先発石川、6回76球、4安打4三振、1失点。まあ、勝ちね、最後小園にね、ライトでパコーンってね、6回ホームラン打たれてね、まあ、勝ち星つかずどうかだけど、もう素晴らしいね。あれだけ腕振ってね、いろんな球種をね、しっかりコース低めに投げてね、制球していくっていうのはね、本当に素晴らしいピッチング。多くの人が真似した方がいいね。で、その中でね、3回表ね、村上打たなくても、裏の4番、ね、2かけたら8、裏の4番、8番、中岡打ちます。グッズホームラン。でも広島先発アンダーソンも6回106球4安打8三振1球1点ポイント1ってまっすぐ来てたよかーんって勢いめちゃくちゃあった。その中で変化球投げていくからそれは対応難しかったところね、長岡のホームランで。いやこのまま石川に勝ちを、前回ね大量得点で援護に守られたけど、この試合ねいやちょっとアンダーソンも良かったんでね。でこれ小園のホームラン打たれて、まあその後ね両チームとも点取れず延長入って10回表にね、ピッチャーケウナ、ね、代打川端デッドボール、塩見ね、センター前ヒット。で、一三塁からね、山崎の時に、まだ塩見が走って、もうノースルーで走って。で、ワンアウト、二三塁。これね、山崎、ファーストゴロでアウトになるけども、山田ね、サードゴロ、ね、サード、ホーム投げて、ランランプレイ、アイザータッチして、ね、三塁ランナー、アウト。ね、んで、バッターランナー誘うと、セカンド投げたら、ボート。あれさ、バット。あれ、もう全く投げる必要なかったよ。何を焦った何を焦ってる勝ちに焦ってんのか。ね。2連敗に来てたから絶対勝ちたい。その気持ちわかる。でもあれ投げちゃダメ。バット。で、1点入って。はぁ、もう、月も来てる。ヤクルトに。と思ったら、10回裏。ね。ピッチャーマクガフ。先頭坂倉センター前。アイザー。きっちりバンドしたら今度はマクガフがセカンドへ悪送球、マクガフバッとファーストでよかったんじゃないので、ノーアウト一塁になってドバイシバンド成功でね、小園敬遠満塁策、松山ライト前タイムリーヒット、グーッて。でもライトもチャージかけてきてたからです、本塁これずで、ワンアウト満塁、ワンボールツーストライクから、あれね、上本ね、ダブルプレーなの、結果ね、3-2-3ダブルプレーなんだけども、あそこでね、一番考えなきゃいけないのは、やっぱゲッツー避けたいと。で、これ満塁じゃなかったら、ゴロ打ってね、突っ込んできてチャンスっていうのはあるけども、らしくないね、上本。ね。ワンボール、ツーストライクでしょ。もう、三振してもいいから、思いっきり振り切れ。そっちの方が絶対良かった。なんか変にね、考えすぎた。当てに、ね、三振だけうまく打とうって、ね、変に考えすぎてインコースね詰まってっていうところ、もうあれね割り切って三振してもいいから強いスイングで外野に打つっていうことを心がけたら、ひょっとしたら取れたかもしれない。そこがちょっとねこの受け身になりすぎたっていうところのね、363ダブルプレー、ここ一気にね行きたかったカープ的にはね。で12回ね、運命来ます。またピッチャー中崎、先頭塩見、サードゴロ、サード矢野ね、ファンブレーラーバッと、ミスで終わるのかっていうところでね、山崎バンド、山田ね、ショートゴロ、ツーアウト取って、村上出てきた敬遠ですよ、そらそうですよ、一塁空いてるよ、ツーアウト一塁から、丸山、センターへ勝ち越しタイムリーツーベース、ガッと、しかも、外野超前進、ハード目引いてる、そのハード目のおかげで松山のね、ヒット、ヤクルトは防いだ、ハード目引いてる、その上越える、これは仕方ない、ね、でも丸山打つ、丸山、グッと、ビッと、ね、こういったところが、福平がしっかり打って、で田口がね、セーブ、田口グッとね、っていうところではヤクルト完勝でございます。3連勝ね、非常にね、村上が打たなくても周りが打って勝つっていうね、本当にいい形ね、出た浜田が打つっていうね、丸山打つっていうね、福平もしっかり頑張りながら、リリーフピッチャーもね非常に踏ん張ってね、この負けかけた試合でも勝ち切るっていうね、本当の強さが出ましたね。ヤクルトの3連勝でした。さあ、ということでね、申し送り事項、やっていきましょう。まずは、ヤクルト対 DeNA。
DNA 皆さん、村上ね、打つんで気をつけなきゃいけないんですけども、本当に気をつけなきゃいけないのは、塩見、山崎の1、2番ですよ。ここをしっかり抑えて、万が一村上に打たれても、1失点で済むように全力でいきましょう。ヤクルトの皆さん、もう相手どうのこうのじゃないです。自分たちの野球をやっていきましょう。気をつけること。満身だけです。頑張って。今日ヤクルトが勝ったら、マジック点灯です。はい。続いて、中日対阪神。ね。中日の皆さん、阪神ね、やっぱね、大山を抑えてると、そんな爆発力ないような感じがしてきましたね。若干落ちてきてるんでね、ここをね、この初戦、大山を起こさないように、これがね、この3連戦のキーポイントだと思います。タイガースの皆さん、ドラゴンズね、阿部ちゃんです。ここが、ホームランそんなないけどね、いいつなぎの上位としてきているんで、阿部ちゃん対策しっかりとって、しっかりいきましょう。広島対巨人、カープの皆さん、巨人ね、ウォーカー、守備さしてきてでね、ちょリズム乗ってますけど、でもね、俺はそんな続かないと思う。じゃんじゃん回していきましょう。ね。巨人の皆さん、カープ、3連敗できてますけども、坂倉だけか、すっごいから、ここ、一発もありますからね、気をつけて、なんなら、敬遠も、あれですよ。日本ハムでオリックス。オリックスの皆さん、日本ハム、全体的に落ちてきてますから、いき、どっちですよ。ここ、負けたら、オリックス、落ちていきますよ。叩き潰し。松本子、ここだけ気をつけよう。ちょっと回るかもわかんない。あと、近藤帰ってきてるからね。そこ、この二人、気をつけていきましょう。日本ハムの皆さん、オリックス、もうあいつどうのこうのじゃない。自分たちのレベルを上げていくために、頑張っていきましょう。もうちょっと負けすぎよ。交流戦終わってから、ここら辺で踏ん張らないと。ね。いくら育成って言っても、ファンの人が、ね、見てて、飽きられたらダメなんでね。勝ちに行きましょう。ロッテ対楽天。楽天の皆さん、ロッテがね、休んでんのよ。試合なくて。だからよくわかんないの。誰に気をつけていいか。でもね、レアードにホームラン打たれたらやばいよ。そういったところで気をつけて。ロッテの皆さん、楽天。まあ、最近、落ちてきてるって。打ち解きよ。ここでね。しっかり行きましょう。さあ、ということでね、ソフトバンク西武はね、コロナの影響で試合がありません。ということでね、今週末もどうなっていくのかね、ヤクルトがマジック点灯して一気に行くのか、ね、パリーグはソフトバンクはね、若干コロナで苦しい中、シャッフル、大シャッフル、順位のシャッフルね、あるのかどうかっていうところをね、週末も楽しいプロ野球をお待ちしてます。ということで、皆さん、幅、ない週末。ハバーナイスウィークエンドだね。